にちは、きりまるでございます。ということで、ついに引っ越しが完了しました。やっとあの怪奇現象いっぱいのお化けハウスからご卒業いたしまして、無事に引っ越しも完了しました。ということで、背景も変わったよ。じゃん、変わったよ。やっぱ前の家に比べたら良くないですか？なんかやっとちょっときりまるっぽいお家になってきたかなって感じで。ちょっとダメだよ、ぼっちゃん。これは前の家でも使えたソファーなんやけど、やっとこのソファーがちゃんと使えてる気がする。床が白い家に住みたくって前の家に決めたんやけど、真っ白な床って本当に落ち着かんのよ。とにかく今回の家はもう霊を寄せつけないっていうことをまず一番に考えさせていただいて、まずそうですよね、この幽霊たちですよね。この霊を家に入れないということを目標に、リラックスできる柔らかいあったかいお家を作ろうと思ってこのお家にしました。まだ引っ越して1週間くらいしか経ってないから、全然家完成してないんやけど、とりあえずのルームツアーを軽くやっていきたいと思います。ルームツアー完璧にできるようになるまでちょっとまだ時間かかるから、一旦出来上がってるとこまで今日紹介します。おい、ボタン。この前の動画さ、みんなコメントいっぱいありがとうございました。すごいお母さんのようなあったかいコメントと、なんか愛のある厳しいコメントいっぱいいただいて、愛されているな、ありがとうございますってなった。ありがとうってなった。まあ、ガサツじゃ収まらん、もう適当すぎるから、ちゃんと自分のことを自分でできるように準備をしたいと思います。ファンの子にもらったコップめちゃ可愛い。でちょっと聞いて、でちょっと聞いて、なんか私今回あまりにも引っ越して時間がなくって、こういう仕事しよったらさ、めちゃくちゃ物増えるんですよ。あんたんちやっぱ幽霊いるみたいな。え、3人くらい住んでるくらい物がすげえ多かったから、今回引っ越しのさ、なんかフルコースみたいなやつ、作業員の人が段ボール詰めて、新しいお家で段ボールからまた荷物出して、全部収納まで全てやってくれるみたいな。もう最悪、私手ぶらで何もせんくてもお引っ越し勝手にやってくれるよっていうプランのやつを使ってみたんやけど、もうすっごいすごい画期的で、それでもまだ段ボールまだだいぶ余ってるんやけど、かなり私の中では助かりました。引っ越し検討してて、ちょっとまあお金とか少し余裕がある人でも時間がないっていう人、めちゃくちゃおすすめ。ということで、きりまるルームツアーやっていきます。始まるよ。じゃあまずこのソファー、これは前の家から持ってきたリセノってところで買ったやつ。これさ、セットで5個くらい枕ついとって、こうやって自分が好きなようにこの枕を自分でセッティングして、こうやってテレビとか見れるよ。ソファーベッドみたいな、これすごいお気に入り。めっちゃ可愛くない、このソファー。こういうね、おしゃれなライトが欲しかったんよ。なんか次の家ではこういうね、スタンドライトが欲しくって、それこそリセノの売り切れでなくて、さ、たまたまエリカさんが同じやつ持ってて、もう使わんけん送るよって言ってくれて、ちょっとこれとはまた違うやつなんですけど、エリカさんが送ってくれるらしくて、ちょっとそれをリビングに置きたいなと思ってます。次、大きめの、かなり大きめのテーブルを買いました。みんなが来て一緒にパーティーをできるように大きいテーブルに変えました。これが最大のお気に入り。このラグめっちゃ可愛くない？サロンホームで買いました。このね、つぶつぶでも、これの最悪なところが、結構これね、毛がつくんよ。黒い服、うちんちに来て黒い服着てきた人、多分ねこの毛がつくと思うんで、まあコロコロをね、玄関の方で準備させていただきますので、まああの、お気にせずうちんちに来てください。はい、まあ、誰でもね、うちの家来て大丈夫なんで。これ可愛い、このもちもちの、もう一目惚れ。ちょっと初めて今回スタンドのね、テレビを買ってみた。幅取るし、なんかもうテレビ台も幅取るし、もうちょっとシンプルにかっこいい家にしたかったから、こういうね、後ろがこういうスタンドになってる。でこれは IKEA で買って、まあ割とお気に入りやけ持ってきたんやけど、まあ、次の家でどうやって使おうかなっていうのはまだ悩み中で。見て、念願のマーシャルのスピーカーを買いました。これね、マジで音がいい。 YouTube でフリー素材、フリー。これもリセノっていうお気に入りライト。このね、ちょっと斜めになってるデザインも可愛くて、光もここで調整できます、くるくるって。そう、これめちゃくちゃお気に入りで一目惚れして買いました。でさ、みんなこういうのってどうしてる？いつも私こういうの使ったことないんやけど、一回も。でもなんかイソップのちょっと高そうやなと思って取ってあります。で、これイソップのキャンドル、すっごいいい香りするよ。結構強い、もう香水の何倍も強いかも。キャンドルウォーマー買って使おうかなと思って、まだ一回も使ってない。ファンの子がくれたザラホーム、これめっちゃいい匂いすぎて、ポポのお家がなんと新しくなりました。めっちゃでかくなった。ポポも急に家が広くなりすぎて、どうやって遊んだらいいかわからんらしくてなんかね、中型犬入るよくらいのでっけえ家になりました。ポちゃん、私の抱負教えてください。この家で何しますか？よろしくお願いいたします。これ前の家から持ってきたテーブルと椅子です。このテーブルね、使ってる人多いと思うけど、ユニコ、ウニコ、
で、なんでここにあるの、これイソップのこうやってこれをトイレとか洗面の流しとかに少しこれをね垂らしてあげると水回りの何だっけ、抗菌、よくわからん、なんか匂いもするし、トイレの消臭芳香剤とか言って。でもなんでここに置いてあるんですか。で、こういう椅子を買いたいと思ってる人注意です。あの、私ここはいやってしまいました。こういうことがあるけん、なんかできれば拭き取って取れる素材の椅子とかの方がいいと思う、長く使っていくなら。で、謎の貯金箱、今回思い切ってコアラってブランドのダブルベッドに変えてみたんですけど、ダブルって想像以上に広すぎて、多分あと5人くらいは多分いけそうやけど、誰か一緒寝らん？お前に寂しいんですけど。え、なんで日本のお父さんとお母さんってもうあの絵文字、あれもうあれしか使わんのやろ。もうか、私のお母さんとかも典型的なやつ。そしてなんと、じゃーん、人生で初めてプロジェクターを買いました。まだ一回も使ったことないけど、すごい、ちゃんと設定して夜寝ながら映画でもアニメでも見ようかなと思って買いました。もうやばい、爆上げ。そしてここがクローゼットになります。これはまだ一軍のお洋服たちで、他にもたくさんあるんですけど、もう段ボール十何箱くらいあるんだけど、とりあえずここにぶち込みました。じゃあ続いてキッチン紹介します。ここら辺はもう全部引っ越し業者の方が綺麗にしてくれました。だってさ、私がこんな貴重面にできるわけなくない？すごいんで、しかもさ、引っ越し業者のお姉さん、私の YouTube をなんと見てくださっているらしくて仲良くなりました。もちろん守秘義務は守るからって言ってくれて、すっごい優しいお姉さんやった。これも全部お姉さんが綺麗に入れてくれた。まだお皿がこんだけしかないんやけど、これから可愛いお皿たちをたくさん集めていきたいと思います。自炊はしないんですけどね。もうお姉さんだいぶ綺麗にしてくれてたのにさ、もう私がね結構荒らしまくっていまして。そう、見てみんな、ファンの子がね定期的に DM で送ってくれる。キリちゃん見つけたよってファンの方にもらうことが増えて、いっぱい手に入れたいんけど、まだ一回も食べてないんよ。ちょっとこれ企画でさ、大食いしてーなーみたいな。まあ冷蔵庫は自炊しないんで。これ料理する女の子からしたらもうありえんやろ、こんな炊飯器。色味が可愛いと思って買ったんですけど、まだ2回ほどしか炊いておりません。パンが本当に美味しく焼けます。みんなこのカッター知ってる？こんなに小さいのに切れ味やばくて、使いやすくて可愛くておしゃれで、これ1個あるとマジで便利です。
違うやん。めんどくせえ、こんな一回一回すると思ったら。はあ？チャチーじゃねえかい。まあ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 。やったー！ということで、ふうつくるとみんなさっきお疲れ様です。4月5月が終わりまして、まあ学校やお仕事慣れた人もいると思うし、憂鬱な毎日過ごしてる人もいるだろうし、本当にそれぞれ皆さんいろんな思いが悩みがあると思うけど本当ね、人生は長いから、いろんな楽しい日も辛い日も波はすごくあると思うけど、みんなにとって一日も幸せな日だったり楽しい日が続くといいなとすごく願ってます。じゃあご飯を食べてきます。バイバーイ。はっ、はぁ、明るいじゃん。気づいて愛しさの答えが欲しい。わお、やっていくよ。むず、逃げてしまうから。